会員制美容室ラバーチェの増田裕太です。今日は前回前編やらせてもらって、今回は後編のフケ、かゆみ、薄毛で悩んでいる方の向けのシャンプーの実践動画になります。この動画を見ていただいた後、頭皮が柔らかくなり健康な髪が生えやすくなっていきますので、ぜひ最後までご覧ください。今日はですね、ポイントが大きく3つ。1、予洗い、シャンプーのやり方、流し方。2、トリートメント、コンディショナーの付け方。3、ドライヤーの方法。この3つをメインにお届けしていきます。そしてこの動画の一番の注目ポイントですね、それは絶対にこすらない、これがすごい大事になってきますので、このこすらないをテーマに私自身が実践してやっていきたいと思います。さあ、それではやっていきましょう。はい、ではまず予洗いからやっていきたいと思います。でこちらですね、まず温度なんですけれども、少しぬるま湯、だいたい38度ぐらいの温度でやってください。この時にすごい熱い温度が大好きっていう人もいるんですけど、それはちょっと要注意です。熱い人が好きな場合、頭皮が凝り固まっている恐れがあります。そして熱い温度でやった方が汚れが落ちると思うかもしれないんですけれども、頭皮に必要な油分まで落としきっちゃう恐れがあるので、温度は絶対にぬるま湯でやってください。ここで約1分から2分ですね、予洗いで、まんべんなく頭皮を全部きれいに流してあげるイメージでやってください。ではここでシャンプーなんですけれども、分かりやすいように一旦頭を起こしてやっていきたいと思います。今日使うシャンプーなんですけど、これ私が開発したシャンプーです。こちらヒト幹細胞とかヘマチン、あと17種類のエキスですねが入っているシャンプーになってます。でちょっと色はこういうちょっと黒いやつなんですけど、やり方を一緒に説明していきます。シャンプーをするときに、だいたい皆さん手のひらに伸ばして髪の毛につけてくださいって教わるかもしれないんですけど、これは頭皮の薄毛、フケ、かゆみで悩んでる人はシャンプー剤は頭皮につけてください。髪じゃないです、頭皮です。で頭皮にしっかりとつけるように、サイドや後ろなど全体つけていきます。頭皮につけてください。でシャンプーの中に入っている界面活性剤って皆さん聞いたことあると思うんですけど、こちらの界面活性剤っていうのは水と油を混ぜて、それが頭皮につくだけで頭皮の汚れは落ちます。なので髪につけるんじゃなくて頭皮につければ落ちるので、頭皮にしっかりとつけてあげてください。でまた髪の毛の汚れでじゃあどうやって落ちるのっていうと、基本的にこの予洗いだけ、お湯で流すだけで髪の毛の汚れは落ちます。なのでしっかりと頭皮につけてあげてください。じゃあここからシャンプーのやり方についてお話ししていきます。普段皆さんこうやってガシ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 とこすると思うんですけど、初めに言った重要なワード、こすらない。でどうやって洗うのっていうことなんですけど、まず手を大きく広げてあげて、このまま頭皮を優しく包み込んであげてください。包み込んでこのままゆっくりと深く深呼吸をしてください。鼻から大きく息を吸って口から息を出す。その時に手をゆっくりと大きく回してあげてください。早く回すとリラックス効果がないので、ゆっくりです。ゆっくりと、でその時に頭皮をぐーっとこう持ち上げるようなイメージですね。上に持ち上げる感じです。でもし硬くて持ち上がらないっていう人の場合は、頭皮が凝り固まってる証拠ですね。なのでゆっくりと持ち上げて、それを全体、横、そしてここの頭頂部ですね、頭頂部上に向かって頭皮を動かすイメージです。そして後ろですね、でこの時すべて深く深呼吸をしながら動かしてあげてください。お風呂のリラックスタイムと一緒で、頭皮もゆっくりとリラックスさせてあげることで、筋肉の緊張が解けて頭皮がどんどん動くようになっていきます。これでどん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 ゆっくりと
深呼吸をして筋肉の緊張がほぐれて少しずつ頭皮が柔らかくなっていくのが実感できて、まんべんなく泡がすべてついたら、これでシャンプーが終わりになります。ここで一つポイントなんですけど、まあ、皆さんも知ってると思うんですけど、ここでマッサージしてくださいって言われます。で、ここでマッサージしていいのは頭皮が健康な人だけなんですね。頭皮が過敏でフケやかゆみ、薄毛で悩んでる人はこのまますぐに流してあげた方が頭皮にはいいです。で、ここでちょっと流していきますね。ここで流すときも予洗いよりもしっかりと流してあげてください。時間にして大体3分から5分ですね。シャンプー前の時は 1,2 分で良かったんですけれども、ここでしっかりと流してシャンプーの残留をしっかりと取ってあげる。なんで残留させたらダメかっていうと、毛穴が詰まってしまう。そうすると健康な髪の毛が生えにくくなってしまうんですね。だからシャンプーはつける前よりもつけた後の流しの方がすごく大事です。普段皆さんがお風呂場でやるときこういう風な角度になると思うんですけど、この時にここばっかり流して、ここが流しきれてない人たちがほとんどなんですけど、ここをしっかり流してあげてください。だいたい薄毛ってここから来ます。はい、ここまでがシャンプーのやり方になります。では次、トリートメントの付け方やっていきたいと思います。はい、ではトリートメントの付け方やっていきます。まずトリートメントなんですけど、男性でカラーリング、パーマ、縮毛矯正、この3つをやっていない人はトリートメントやコンディショナーはいらないです。やらなくても大丈夫です。ただし女性の方や男性でカラーやパーマ、縮毛矯正などやってる人はやった方がいいです。その理由は髪の毛にダメージがある、キューティクルが剥がれてる、少しこう開いている状態を閉じてあげて少し被膜を作ってあげるっていうのがトリートメントやコンディショナーの役割なので、そういう人向けに今日はやっていきます。男性でカットのみカラーリングとかやってないよっていう人の場合はなんでやらなくていいのって話なんですけど、それをやってしまうと頭皮に少し残留してしまうリスクがあります。しっかりと流しきれなくて毛穴が詰まってしまって健康な髪の毛が生えにくいっていう現象が起こってしまうので、そういう方はやらなくていいですっていう理由です。じゃあやっていきます。こちらもまた私のオリジナルのやつで、ユースエキスだったりとか真珠貝のエキスを使ってます。こちらも全部一貫作業でやってます。はじめに大体3プッシュぐらいですね、手につけて伸ばした後、ここで一つのポイント、絶対に根元につけないでください。シャンプーは根元につけました。でもコンディショナーやトリートメントは根元につけないでください。じゃあどこにつけるの？毛先につけます。主に握っていきます。女性の方だったらこうやって、舐めしてあげるような感じですね。キューティクルってこう、鱗状になっているので、それをしっかりと閉じてあげるようなイメージでつけてあげてください。それでもうしっかりとついたら、このまま流しちゃって大丈夫です。女性の方でダメージがすごい強い方、そういう方の場合のみ3分から5分ぐらい置いて少しトリートメントの吸着を良くしてあげるっていう方法もあるんですけれども、その時流す時に一番注意なのが背中ですね。髪の毛が長ければ長い人ほどトリートメントをつけた後に背中についてしまって、そこで吹き出物だったりとかかゆみの原因になってしまうので、そういう方は髪の毛を流した後絶対に背中も一緒に流してあげてください。そうすることで綺麗な背中でいられることができます。じゃあもう自分はもうこれで軽く毛先につけたので、このまま流していきたいと思います。で、このトリートメントの流し方、これも一緒ですね。しっかりと流してあげてください。流すときはシャンプーの流しと一緒で頭皮からしっかりと流してあげるイメージで大丈夫です。ここですごい大事なのは、コンディショナーやトリートメントはあんまり流しすぎない方がいいですよって美容師さんに教わった方もいると思うんですけど、しっかり流しちゃって大丈夫です。一番の問題は残留させるっていうのが一番のリスクになるので、頭皮に絶対残らないようにしっかり流してあげてください。時間としては約2分から3分で大丈夫です。はい、ここまでがトリートメント、コンディショナーの付け方になります。で、ここからが乾かし方になっていきます。皆さんこう、バーって濡れた後にタオルを使ってガシ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 とやると思うんですけど、ここでも腰
擦らない。頭をポンポンポンとゆっくり押してあげて水分を取ってあげてください。これまんべんなくしっかりと押すことによって水分がしっかりとタオルに吸着してこれだけでもしっかりと乾いていきます。女性で長い人だったらここでポン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 と、これもガシャ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 ってなると髪の毛の摩擦で髪の毛が傷んでしまうので、ガシャガシャガシャじゃなくてポンポンポンと女性の方もやってください。でこれでしっかりと水分を取りましたら、私がよく使うブローローションですね、こちらも一貫細胞入って柚子コーンエキスとか紫コーンエキスが入っているものになります。こちらを使うとドライヤーの乾く時間が早くなりますので、こちらを使っていきます。でまんべんなくつけましたら、こちらですぐにドライヤーで乾かしていきます。薄毛、かゆみ、つけで悩んでいる方はここで乾かしすぎるのはすごい要注意です。乾かしすぎないで約8割乾かすことを目標にしてください。主に根元の方もしっかりと乾かすんですけれども、この頭頂部ですね、頭頂部の方は初めの方に乾かした後すぐ抜いてあげて、サイド、そして後ろですね、こっちをしっかりと乾かしてあげてください。でここが全体乾いていきましたら、最後に上の方を乾かしてあげます。で毛先の方を乾かして根元は若干湿ってても大丈夫です。乾かしすぎるっていうことは頭皮が乾燥しやすくなるので少し湿ってても大丈夫なぐらい乾かしてあげてください。はい、こちらで乾かし方終了となります。ここからですね、化粧水つけていきます。今男性の方でも化粧水つけられる方多くいらっしゃると思うんですけれども、お肌にしっかりとつけて、その後頭皮にもつけてあげてください。頭皮がかゆいなとか描きたいなと思った時に描くんじゃなく擦るんじゃなく化粧水をつけるだけでかゆみがスーッと引く場合もあります。なので初めに少し化粧水をつけてあげて、頭皮に薄い膜をつけて保湿させてあげてください。でこちらですね、私開発した商品になるんですけど、ヒトカン細胞とバオバブ種子っていう化粧水や保湿液とかでもすごい有名な美容液がたっぷりと入ってます。こちらハンドクリームも OK だし、髪の毛につけても OK だし、頭皮につけても OK です。まあ、それを最後にしっかりとこう髪の毛のお肌の保湿をしっかりとしてあげることで万全な状態になりますので、何かもしこういうものがないなっていう時はハンドクリームとか髪の毛のクリーム、オイルとかでも代用はできるんですけど、そちらのものは頭皮にはつけないようにしてください。頭皮につけるのは化粧水や、あとは専用の頭皮用化粧水ですね、そういうものを代用として使ってみてください。はい、では今日のおさらいやっていきます。まずシャンプーの前しっかりと流す、ぬるま湯約38度ですね。主にここの頭頂部、襟足ばかりじゃなくて頭頂部をしっかりと流す、 2,3 分しっかりと流した後、シャンプーは髪全体ではなく頭皮につける、頭皮にしっかりとつけて深呼吸をしながらゆっくりと回す。そして健康な人はそのままマッサージをしてもいいですけれども、ふけ、かゆみ、薄毛で悩んでいる方はすぐに流しましょう。そしてトリートメントをつけるときは根元じゃなくて毛先ですね、女性の方もしっかりと毛先までつけてしっかりと流す。そして背中についた場合はしっかりと背中を流すことによって吹き出物とかかゆみが出なくなりますので、そこをしっかりとやっていきましょう。で乾かし方なんですけど、ゴシゴシとタオルでこするのではなく、ポンポンポンと水分をしっかりと取ってあげて約8割乾かしてあげてください。そして化粧水お肌につけた後、頭皮にですねしっかりとつけてあげることで頭皮に膜を張って保湿してあげるっていうことが大事になります。はい、では今回の動画前編後編とお届けさせていただきました。こちらで使用したダバーチェのオリジナルシャンプートリートメントブローローションバームなんですけれども、こちらは下の概要欄にて URL を貼っておきますので、もし気になった方はぜひチェックしてみてください。もしこちらですね、皆さんのためになった、勉強になった、ぜひ今日の夜やってみようと思いましたら、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。